1920年5月1日の全ロシア、スボートニクにおいて、クレムジンでマルタを担ぎ上げるレーニンスボートニクとは、ソビエト連邦で始められた土曜日に行われる、勤労奉仕日である。ロシア語で土曜日を意味するスボータから名付けられた。日本語では土曜労働と書かれる場合もある。類似の言葉に、日曜日に行われたボスクレースニがあり、これもロシア語で日曜日を意味するボスクレセニエから、 来ている。最初のスボート肉は1919 19年4月12日に行われた。これはモスクワ火山鉄道のモスクワ総者場で地元のボリシェビキの率先のもとに行われた。ついで1920年5月1日にはロシア全体にわたる最初のスボート肉が